とみと動画、ほぐ清水と引き分けました。いろいろあったので清水に勝ちたかったんですけど、目の前での昇格を防いだのでよしとしましょう。ここからアウェイ連戦となりますが、近隣の皆様や相手チームに迷惑をかけて、葵の門を汚さぬよう肝に銘じて敵地に乗り込みましょう。